はい、皆さんおはようございます。あいにくの雨ですが、イノシシが捕獲されました。この場所はここにカメラを設置していて、複数頭カメラに映っていたのですが、今回捕獲できたのはこの1頭のみでした。この1頭は外貨2頭一緒に行動していたんですが、1頭のみの捕獲となってしまいました。この箱穴は昨日トリガーをセットして今日の夜撮れたという感じです。では今から止め差しをしていきたいと思います。電気止め差し機の取り扱いについては他の動画をご覧ください。アースクリップを取り付けます。で、手元のスイッチを入れてこちら側で待機します。約10秒から20秒ぐらい電気を流してください。手元のスイッチを切ります。アースクリップを外します。で、最後にナイフで必ず止め差しを行ってください。はい、この前足と前足の間ですね、この辺です。タイミング悪かった。やっぱ箱の中に入れなかったらもったいないですね。また来ると思うんですけどね、もう一匹は。結構でかいやつ受けたけ。コメルガが破れてしまって、まるまる1個使ってしまったんで、思いっきり周りに巻きました。今回は約20キロぐらいのイノシシを箱穴で捕獲しました。概要欄の方に今回登場した商品を貼っていますので、そちらをご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。その他にも狩猟用品も多数取り扱っていますので、動画やホームページなどを見てください。この罠カタログも無料でホームページよりダウンロードできます。ご注文はネット注文、お電話、おメール、おファックスでお待ちしております。この動画の概要欄をぜひチェックしてみてください。